Ladies and gents, this is the moment you've been waiting for. どうも、ヤマカイ TV です。はい、ということで今回は、今話題の映画が Greatest Showman について、裏話、リハーサル背景なども含めてお話ししていきたいと思います。というのも、去年僕らがニューヨークにいた頃、バレエカンパニーは僕いたんですけど、同じ建物内で彼らがその Greatest Showman のキャストのメンバーの人たちが、リハーサルを行ってたので、僕らも、ヒュー・ジャックマンさんとか、ジャック・エフロンさんとかとこう直でお会いしまして、まあ、特になんか一緒に行ったとかたくさん話したとかは別にないんですけど、生のリアルヒュー・ジャックマンさん、リアルザック・エフロンさんのについて一ファンとして、みんなと、シェアしていきたいと思います。この動画については、まだ映画見てない人も、ネタバレ要素とかは特にはないんで安心して見てください。自己紹介お願いします。どうも、スペイン人のエリコです。自己紹介をお願いします。どうも、スペイン人のネレアです。よろしく。よろしく。ということで、まずは一人目、ヒュー・ジャックマンさん、どうぞ。ヒュー・ジャックマン。この映画の主役でもあり、制作者でもある、ヒュー・ジャックマンさんについてお話ししていきます。まずは、感想としては、大きかったです。まあでも友達からもヒュー・ジャックマンと言われてるって、アメリカで TV でのインタビューで言ってました。大きいです。体も大きいし、身長もでかいし、何より、すごいオーラがすごいでかかったですね。まあ、僕らはニューヨークのバレエカンパニーにいたんですけど、こう僕が友達と、バレエカンパニーのロビーで座ってたら、こうヒュー・ジャックマンさんが向こう側から歩いてきて、で目があったんですね。それで、まあ、おどおどしてたんですけど、ヒューさんすごい普通に話しかけてくれて、「What's up, man?」みたいな感じで僕も「How are you?」って優しくしてくれたんで、すごい僕大ファンになっちゃいました。So what was the situation? He was just going to his rehearsal and he was waiting outside his room. And because that room is like where he was waiting is connected to our lobby where we stretch, he saw us stretching, so he seemed impressed. すごいなんか映画関係者の方も言ってるように、すごい憎たらしいほどいいやつだみたいな、ヒューさんは。もうすごい僕らみたいなわけわかんない人間にも優しくしていってくれたんで、器も大きかったです。映画を見た方はこの歌はわかるかと思うんですけど、ザック・エフロンさんと2人でバーで踊ってるシーンですね。まあ、僕らがリハーサルを行ってる最中、もう壁の向こうからもう毎日のように2、3ヶ月間聴いてたので、映画の中に出てきた時はすごい感動しました。かっこよかったです。僕はヒューさんがそのミュージカル出身だって知らなかったんですね。で、ミズナボとかも見てなかったんで、ウルヴァリンとかローガンとか、まあ、すごい俳優のイメージしかなかったんで、ヒュー・ジャックマンさんなんでこんな歌うまいのみたいな、もともとミュージカル出身のようですね。So, tell them about the headphones. While they were rehearsing in our company, they were rehearsing on a stage. And one day it happened that Hugh lost his headphones. So, one of his bodyguards, which actually he was like really nice.He told us, like, whoever finds the headphones is gonna get a picture with Hugh. So everyone was like trying to look for them and find them because obviously everyone wanted a picture with him. So actually, one of our friends found it and yeah, she got a picture with him. かっこよかったです。そう、ハリウッドではミュージカル映画っていうものが1950年代ぐらいで止まっちゃってたらしいんですけど、ヒューさんはミュージカル出身者ということで、ミュージカル映画を作りたいということで、まあ、最近ではないんですけど、
まあ、ムーラン・ルージュから始まってララランドもあって、まあ、また増えてきたんですけど、完全なミュージカル映画ということで、そう失敗覚悟で挑んだ作品ということでことだったそうです。ジャック・エフロン、そう2人目ザック・エフロンさんについてです。ザック・エフロンさんはすごい、あんまり話す機会もなかったんですけど、特にすれ違ったりとかもなくて、まあ、ザックさんの周りには常に人がいて、あんまりそういう話しかけるタイミングとかもなかったんですけど、こうパッと見た感じすごいムキムキっていう印象が強かったですね。身長はそんなに高くないです。僕の周りのバレリーナからはちょっと上半身もすごいえぐいムキムキなんですけど、下半身の足がこうポッキーみたいだみたいな、ポッキーみたいだみたいな、まあ、とりあえずかっこよかったです。まあ、でも僕ザック・エフロンがいるよって友達に言われて、ザック・エフロンって誰ってなっちゃって、後々調べたのはそのハイスクールミュージカルの人だってことで、あの人かって、すごい、まあ日本人からしたら多分10代のティーンのイメージがあったと思うんですけど、若々しいで、今回はすごいフォーマルな感じだったんで、すごい印象がガラッとこの映画で変わったかと思います。I mean, I feel like most of the girls were... I feel like when we find out that Fox was recording their movie in our studios and we knew who was coming, I think all the girls were more like shocked and more excited to meet Zac Efron than Hugh Jackman actually, because ofhis high school musical movies and because he was like a teenager idol in that time. So I feel like all the girls especially were like super excited to meet him. And yeah, once we were in class and we were taking bar and he suddenly like appeared because he had to cross our studio to go to the other studio for his rehearsal. And I remember likeEveryone stopped and looked at him, like it was like really kind of awkward, I guess, for him. But it was really funny. Zac Efron. Zac Efron. Yeah. 三人目、キアラ・セトルさんについてです。まあ、映画見た人は多分もうすごいびっくりしたんじゃないでしょうか。僕もすごい感動しました。This is me ですね。僕らも、毎日リハーサルしてたら壁のもう壁の何枚か何スタジオを挟んでもこう響いてきて、彼女の歌声は I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me、 すごいもうガンガン響いてきて、もう僕らもうリハーサルしてたんですけども全然リハーサルにならなかったです。もう一回もう止まっちゃって、誰だよ今のみたいな。まずキアラ・セトルさん、だいたい25年ぐらいずっとブロードウェイでシンガーやってたらしいですね。ヒューさんがキアラ・セトルさんにしようって言って、キアラ・セトルさんはすごいそんなにもうやりたくなかったみたいな、むしろすごいシャイだから、恥ずかしがり屋だからすごいやりたくなかったって言ってたんですけど、今ではすごい大有名人になっちゃって、もうヒューさんのせいだって言って、本当に素晴らしいですね。 So tell them aboutI mean, I don't know much about her as I do as of the other characters. What I can say is that she's an amazing singer. Hearing her singing and rehearsing for like almost like 2 months was like amazing. I feel like she's like a very like open and nice person.We didn't have the chance to see him as much as we saw Hugh and Zac, but from the interviews, you saw her? How many times? Because I was in a sneak in to the like, yeah, theater, because... and I was watching them. Oh, really? I didn't know. Cheater. Because I wanted to watch. Cheater? Yeah. You weren't allowed to do that, actually. One of the interviews I saw,She was saying like she was thinking just to participate in the movie, just like to get some money. But then, yeah, that's it. Pretty much what I think about her. And yeah.
watching a replay, because it got what you need, so come on with me and take the ride. And thank you to the other side.